この度は、ちょっと、うちのメンバーが、ちょっと世間の皆様に迷惑をかけてしまったということについて、ちょっと話させていただきます。ちょっと記事はもうメンバーにはちょっとちらっと見せているんですけど、こちらをご覧ください。人気 YouTuber48 のリーダーこたつ、酔っ払った勢いで道頓堀に飛び込み炎上。48のリーダーこたつが炎上している。泥酔した状態で道頓堀に飛び込み、ネットでは命が危ない、こたつくん大丈夫だったという心配の声が寄せられている中、何がしたいねんアホなん、こういうやつがいるから YouTuber の格が下がるなどと批判の声が相次いでいるとのことです、はい、お前ら俺を見ろと叫ぶ気候笑うなよ。炎上してことが起きたのは6月8日木曜日の深夜2時頃、道頓堀で騒いでいる若者がいると警察に通報があった。若者はひどく酔っ払った様子で、俺が一番だ、お前ら俺を見ろなどと叫びながら道頓堀に飛び込んだ。すいません、ちょっとこういう記事が世間に、そうじゃないか、出回っていません、出回っていません。こちら、僕が作った、嘘記事でございます。記事がリアルすぎる、すごすぎー、記事がリアルすぎる。僕がつっても編集室なんかね、あ、そう作ってくれたっていう感じなんですけど、すごい。今回の企画は、はい、でお前炎上してるよとメンバーに言った時のリアルな反応見てみたー。安心してください、こたつも道頓堀に飛び込んでないし、いや、しかもね、僕たちこうやって SNS 活動してるんでね、炎上ってのが一番怖いんですよ。怖いのって、ふんにばって、お前炎上してんねって言われたら、もう鳥肌が止まらないよ。どうしようって言われるけど、そっとしますからね。これ怖いね。広告をしたら広告も取るっていう、結構ね、ちゃんとした、広告をしたらちゃんと。取れるんだ。広告取れる。リアルー。終わりすぎやで。限定公開っていうか、この言われる、もらった人しか見れない記事なんで、大丈夫なんですよ。あ、じゃあマジで世間では行かんの。すげー。じゃあ、はい、俺らがほんまに誰かが公開したら、ほんまにちょっとほんまにちょっと危ないよ。ちょっとほんまに絶対やめて。あいつ何もしてないから、何も悪くないから、ただ後で URL ちょうだい。あ、オッケー、すぐやというわけで、この後ね、こたつから多分来るんで、もう来た、もう俺ら何の気なしに普通に過ごしてんだけど、うん、ちょっとさ、話しゃん、見てみる、炎上してんだよと言った時ので、この URL 見せた時の反応をみんなにお届けしたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。せーの、レイヤー。ミーティングしたいですね。いいよ、おいで、ちょっと座って。あれ、なんか気分ええやん。どうしよう、寝起き。ああ、寝起きなのに気分テンション高い。ああ、でも今はおらんせ、あれ、今あるか、おらん。一旦今日すぐ集まれるのがこのメンバーだったから。あ、そうなの。こたつ、炎上してんで。嘘。いや、俺もさっき知ってんけど。え、まだ多分、いつの話、昨日の夜ちゃうか、多分昨日の夜。昨日の夜。え、ちょっと URL 送るからさ。昨日の夜。今グループに送った。テイスト押せばいい。うん。いやいや笑ってるけど。これ
これ大問題やね、ほんまに。これいつの話ですか。6月8日木曜日深夜2時頃。マジ気になる。えぬちの誕生日の後にそのベロベロになったの。祝って祝って勢いで行っちゃった。家で練習してた。でも記事があるからさ。これ俺ですか。でもちょっと一回ちょっとそれは読み上げていい。お前ら俺を見ろと叫ぶ人だってドアに絶対部屋番号ついてんの。これ写真アップしてみて、こたつの持ってる部屋番号ついてんの。ピカチュウやん。ほらお前やピカチュウやん。若者がひどく酔っ払ったやつで俺が一番だ お前ら俺を見ろと叫びながら道頓堀に飛び込んだから人が集まってる。俺これ病んでたんじゃ。これ病んでたんかな。じゃん確かにけどヘッドバンド見てみてる。謝罪はあるのかって書いてあるけど、今回の道頓堀川の件に関しホワイトから正式な謝罪公表は未だに確認されず、謝罪しろ何を考えているとネットでは広がっている。絶対でもこれすぐ対応してもいいですよ。もうちょっと教えてほしい。すぐ対応。まず飛び込んだかどうかってこと。真実を。真実を教えてほしい。僕は飛び込んでませんよ。最近はピカチュウは来てません。つけてません。でも黒いやつが多い。でもマジでこんなことする前に相談してほしいって。してないって。俺じゃないやんこれ。おっちゃん見ろよ。こんな俺中年男性の体型ちゃうし。際どいとこやって。際どくないわ。もっと絞ってるって。でも俺もっと絞ってるはず。でもこう飛んだ時にこう脂肪してるのも知るから。違うって。俺6月8日何もしてへんって。ほんまに。もう出かけてないもん最近。今年入って、いや本当にこれは信じて。俺受け入れんと先生。じゃあ俺反省してるっつって。何に対して。これに対して。何に対して。これに対してじゃなくて今までのことに反省してるから俺ほんまに出てない。できてないっす。マジで何もしてない。でもできてない記事に出てる。違う、これ俺じゃない記事に出てるんすもん。だってちゃんとボーイとこたつって書いてんねん。出てない。いいよ、もうこいつ記事書いたら絶対よ。もう絶対俺勝てる気するもん。俺はお前俺勝てるもん。誰か一人やつでしょ。俺君たちでしょ。おばちゃん信じてよ。その8日の日、ちょっと待って俺マジで。じゃあ聞いて、8日の日にあれ編集してたんでしょ。はい、それを証明する人いる。そうセナが妹が見てましたよ。でもセナちゃんが全部とは限らないじゃないですか。それそうやけど。お兄ちゃんももちゃん嘘だって言ったかもしれない。この記事が全て本当なわけないやん。マジで俺家でめっちゃ強がらないで、もう俺らにはもうその自分を見せてください。いやほんまに言ってない。みんなちょっとほんまにちょっとこんなことがないねん。記事に惑わされすぎてます。世間もう全然もう訴えこれ誰書いたの記事。これこれ記事書いたの、うん、俺とアメミさん。やるすぎるやろお前これ。反省してんねんな。ほんまにしてるんすよ。ほんまにしてるからマジで歩いてないんすよ。待ってる。今日はお前炎上してるよと言った時のメンバーの反応見てみた。一番やったあかんやつやろこれ。一番リアルになっちゃうから。まあ動揺しすぎて足元フラフラ。ほんまに記事リアルすぎるわ。ほんまに謝罪動画一緒にあげようか。なんでやねん。何かにやんの。でこちゃん俺ら何も知らんて。オッケー。さよう。いい？ちょっと中央で一回ミーティングしたくて。はい。それ一回ミーティング。あ、ごめん。みんなも知らへんけど、こたつとだけさっきちょっと話して、うん、なんかちょっと今日炎上してる。うっそ。ちょっとまあ記事見つけてさ。3 2 1。どういうことなの。40代ちょっと読み上げてもらうんだけど。え、人気男子 YouTuber グループ48の最年少メンバーアミカが40代の男性と2人きりデートしているところが目撃されたとネットで噂が広まり熱愛発。
いや、じゃあ笑いこしてるじゃん。じゃあ、じゃあ、アミカ、あので、悪いことしてないのは分かってる。別に恋もしていいと思ってる。写真逮捕なんですけど。写真逮捕なんですけど。で、まあまあ、別に誰であろうが、まあ、記事になってる時点でな。まあでも今、4820人に今見られてる。え？なんとか。しかもなんか、アミカちゃんおめでとう、お幸せに。うん、祝福の声も集まってるみたいな。ちょっとえ、ママから取材取ってるみたいね。欲しいの字っていうように温かく見守ってほしいやつ。だからママも基本的には多分俺らも基本的にそのつもりやねん。そう、タイガってお兄ちゃん。お兄ちゃん。じゃあそんなわけないじゃん。いやいやいや、あの写真見たことあります？ないよ。ないないない。似てるけど、タイガ君って40歳じゃないでしょ。あ、28。ハッシュタグ兄って書いてるんですよ。多分だから勘違いされてるわ。うっそ。そんな人で一回ぐらい紹介してほしい、うん、まあ紹介までいかなくても心配やから、この40代っていうのは別に反対するわけじゃない。違う、そうする絶対反対しないからさ。40代、いやだから違う、よっ黙って戻った。誰パパ、いやだからそういうこと、そういうこと、マジか、なるほど、そういうこと、マジか、アミカ、そうなんや。でもやっぱ世間的にもお幸せなこういうのが多いから、もう発表しようよ。いや違う違う違う、誤解解きたいから。いや誤解は解きたいですね。でもちっかせやで、大丈夫か。違う違う、あ、そんなディープなことやからな。いやディープじゃん。確かにな。家族、じゃあ、え、公表したい、素直に。もう、行っちゃおうか。え、違う違う違う、説明しよう。それは、カメラ用意しましょう。カメラ、カメラちょっと、ね、え、ちょっと待って、ちょっと、カメラ出すか、違うって。カメラ出すか、何を公表するの。じゃあ、カメラ出すから、カメラに真実を教えてほしい。いや、真実は言いますけど、誤解を招くっていう。もう、どういうこと、どういうこと。ごめん、ちょっとちょっと真実を真実を、じゃあライト、じゃあイランイラン、なんか謝罪会見みたいな、なんか悪いことしたみたいな。あれか、じゃあ真相はどうなんですか、真相はどうなんですか、みたいな。40代っていうのは事実だよ。40代はパパ、パパということはパパだよ。パパかもしれない。おい、ちょっとやめてください、わからないでください。自撮りしてるし。炎上するかもの相手も自撮り。あれ、道頓堀に、あーどっか道頓堀、違う違う違う、道頓堀、やっぱりその40代です。年齢差で、さしゃおらお金的にということで付き合ってたので間違いはないです。そこはちょっと言えない。言えないんかい。言えるんですか、教えてください。40歳の魅力を教えてください。すいません、すごくダンディ、ダンディだとか言うくらい。やっぱり相手はお金を持ってるんですか。はい。やっぱそこに惹かれたんですか。はい。何でもかんでも買ってもらってるんですか。はい。どこまで飛び込んだことありますか。僕やー俺やー。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。